はい、えー、こんばんは、えー、還暦すぎ61歳。ロゴハッピーでーす。あーとですね。えー、まあ,あ、悩み大きい61歳。えー、同じようなあ悩みを持っている人のために、なんか参考になればいいなというようなつあの気持ちで動画を出してます。 私の動画が参考になるというか、えっ、ー、と、一緒になんかこう考えてくれる人がいたらいいなと思っております。えー、まあ、あの、一番理想的なのはコメントなどをいただくと私としては非常に嬉しいです。うん、じゃあさてですね、今日の悩みというか、うん えー、やはり、考えていることですけども、えっ、ー、と、一つですね、新しい考え方をしました。えー、仕事に行くときに、まあ、基本嫌な気持ちになるわけですけれども、まあ、その時にですね、まあ、朝でも、あの、夜でもですね、明日仕事だなとか、 いうちょっとこう気持ちがこう暗くなるというか仕事に行きたくないなとかってあるわけですよね。この時に、え、ある考え方をしました。これ有効になると思います。よし。今日で最後にしよう。今日行ったらやめよう。というふうな気持ちになる。そうすると、まあその日、 まあ、例えば前、私の場合は前の日ですかね。明日仕事嫌だなと思っても、じゃあ明日だけ行ってあとやめよう。えー、いきなり、あの、うん、退職願いを出してやめようと。だから明日だけ頑張ろうというふうな気持ちで、えー、やろうというふうに考えました。そうすると、なんか、まあ今日一日だけだったら頑張れるかなと。 その日一日だけだったら頑張れるかなというふうなことで少し気持ちが楽になるような気がします。実際にしてます。まあ、あそんなことを毎日続けるわけにいかないでしょうみたいに思う人もいるかもしれないですけどその,その仕事のことに関しては その毎日同じことっていうふうに思わないで、とにかく明日、明日一日だけや、やろ。あの、それを先、これからもずっとそれを続けようっていうふうにする、思わない。そんなこと思わない。とにかく、今は、今日は土曜日ですから、まあ、明日はお仕事休みですので、あさって月曜日ですね。まあ基本、そんなに月曜日があの待ち遠しいわけではありません。 どちらか出てももちろん仕事は行きたくありません。ので、じゃあ次、今の気持ちとしては、月曜日だけ仕事行こうと。月曜日だけだったら頑張れると。火曜日も水曜日も行こうと思うとあの気が滅入るけども、月曜日だけ仕事行こうというふうな今気持ちでいます。それが、ちょっとこう仕事に対する、えー、考え方の変化の変化です。これは結構私の中では有効でした。 有効です今のところ。皆さんはこのことをどう思いますかねってことですね。さて、次の問題は、今、あ土曜日、今日土曜日でしたけども、お仕事してきました、午前中、夕方まで。えーでえー、先ほど帰ってきて、えー、妻と一緒に、あの昨日はですね、実は結婚記念日だったものですから。 えー、結婚記念日だったねということでちょっと一日遅れたけれども、えー、お寿司を食べに行こうということで、まあ、回転寿司ではありますけども、えー、お2人,人で寿司を食べてきました、はい、その時は2人でこう食事しながらですね、えー、子供の話とか孫の話をしてますからあのー。 そのマイナス思考はあまり働かないんですけどもえまあおいしく食べてきてまあそして今に至るわけですね今の気持ちはですね何かというとこのようにこう時間ができる自分の時間ができるじゃないですかもうそうするともう私の病気が始まります俺は一体幸せなんだろうかと今こうやってることは幸せなんだろうかと まあ今はね、こうやって動画に撮ってカメラに向かって話してますから、少し前向きな気持ちになってるかもしれません。まあでもこれ動画を撮り終わったらですね、俺一体何してるんだろうというふうになるわけですね。で、実はですね、これ前も言ったかもしれないですけど、私、英語の400文章、400の文章ですね、あの、YouTube で、 毎日10個ずつ、最低10個ずつ、調子いいときは20個、もっと調子いいときは30個ですね、を聞くようにしてるんです。えー、で、今、先ほど、この動画撮る前に、あ今日1日、まだ1回もやってなかったから、10個やってなかったから、さっき10個やりました。はい、そういうこともやってるんです。それも、何のためにやってるかっていうと、何のためも何も何もないんです。 別に英語の点数を取ろうとか、英語の資格を取ろうとか、何にもないんです。英検っての取ろうとかないんです、全然。ただただ趣味でやってるんです。はい。だから、やってる時は、楽しいとは言わないですけども、まあ、なんかやってますね。はい。こんな感じでやってるわけですよ。しかしまたこう、終わると、え俺一体何やってんのかなというふうになるわけです。 ずっとこうやってですね、もう本当にいつもいつも、俺一体何やってんだろうな、これでいいのかな、みたいな感じにこうなってしまうわけですね。でこう老後の生き方に、大切なのは、まあ、三つあるみたいなことを書いている人がいるんです。まず一つは健康、もう一つはお金、もう一つは生きがいみたいなことを言うんですよ。でですね、あの、 まあ健康はと今のところあの健康です。えー、まあまあ,あの健康には、まあ、自信があるというか健康は大丈夫かなと思ってます。まあ何があるか分かりませんけどもお金もまあまあ貯めてます。そんなにいっぱいではありませんけど明日あさって1か月もどうこうなるようなことではなくまあまあお金貯めてますのでお金もまあまあ心配ないといえばないです。 で生きがいですね。生きがいっていうのが非常にわからないんです。はい。よく旅行に行くとか、ねえー、趣味を持とうとか、よく言われるんですよ。うん、まあところがですね、まあ、旅行は、まずお金がかかるのが嫌いです。旅行は嫌いじゃないかもしれないですけど、お金がかかることが嫌いです。はい。まあ好きなのは東京散歩。 東京に行って散歩すす。るのが好きです、えーまあ、どちらかというとビルを見たりですね、えー、見るのが好きですかねだから、まあ、自分の車で、えー、高速道路、ね、乗って途中休み休みねゆっくり行きながら、えー、東京に行って、えー、ビルでも見ようかなという計画はいつも思ってます 実行したのはあ1回だけ。<laughs> まあでも今度行こうかなと思ってますけどね。でもそんなにそんなに、えー、行く、なんていうのかな、勇気。もう車の運転するのも嫌だし、うん。お金はそんなにかからないようにすればできるので、えー、まあ、趣味の中ではあまりお金がかからないから、まあいいかなとは思ってますけど、なかなかこう、 遠いのですよね、東京までね、車で約私の運転だと2時間か、か3時間近くかかっちゃいますので、はい、ちょっとこう、遠いなという感じがするのでね、えー、なかなか実行に移せないでいます。こんな感じですかねで。あとはですね、趣味なんかないんですよ、ゴルフはどうだなんていう人もいるんですけども、まあ、ゴルフはやっぱり、なんとなくお金がかかると。うん 始めると1週間に1回とかってなっちゃいますとね、うん。だって1ヶ月に1回じゃうまくならないからつまんないだろうしやるからにはうまくなりたいだろうからねえーえー、なんだろうあのグランドにグランドって言わ、ね、あのコースに出てね月に34回はやっぱりやりたくなるだろうしうまくなるためには打ちっぱなしの練習なんかもや,やりたくなるだろうしそうするとお金がいっぱいかかりますよね。 お金かかることは私も嫌ですから、もう、そうするとなかなかないんですよ、うんね。まあ、相変わらず、あの、何の取りとも、取りとめのない話になってしまいました。はい。ま時間も10分過ぎましたので、これでやめたいと思います。あちなみにですね、皆さん、あの、私、100円ショップでサングラス買ってきました。これでなかなか私の顔、わからなくなりましたね。はい。 あの私の顔を知ってる人はほとんどいないんですけれども別に私悪者でもないですし悪いことしてませんので顔を出してもいいんですけどももしかして誰かにこう「ああの人だ」って見られるのが嫌なもんですからもうこうやってこう顔を隠してやってます。あのー、相変わらずですね一つの動画最高で5回です、えー。これで6回目か7回目の動画ですけども 0階のやつもあります。1階のやつもあります。2階のやつもありますえ。そんな感じです。もうほんとかわいそうなくらいですので、皆さんよろしくお願いします。えー、動画見てください、えー。よかったらコメント、いいねボタン、そして最高に嬉しいのは、えー、チャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。